ザ残土朝は、イラン南東部を本拠としていたイスラーム王朝、首都はシーラーズ。イラン系ともクルド系とも言われるザンド部族は、元来、イラン高原西部のハマダーン南に拠点を持っていた。しかし、サハビー朝崩壊後の混乱の中で中でアンフシャール、朝のナーディルシャーが台頭すると、一時ホラーサーアン東部の草原地帯に移された。ナーディルシャーの死後、彼らは、 カリーム・ハーンを指導者として元の根拠地に戻って自立、ザンドアサを建てた。カリーム・ハーンは勢力を拡張していく過程で、自身の正当性を主張するために、最後のサファビー朝の君主の孫、イスマー・イール・三世を名目上のシャーとして擁立し、自らはその代理人として支配を行うようになった。1760年までにカリム・ハーンはアフシャル・アサの支配する、 オランサーンを除いたイランのほとんどを支配するようになった。彼はさらにアゼルバイジャン、イラク方面にも出兵し、バスラ地方が支配下に入った。一方で彼は自身の第一の敵、ガージャール部族連合のコユンドゥーのムハンマド・ハサン・ハーンと抗争を続けた。抗争の中でムハンマド・ハサン・ハーンの息子、アーカー、ムハンマド・ハーンを捕らえ、 ガージャール部族連合内の争いから利を得るため、首都シーラーズに抑留し、コユンルーの敵であるデベルーを支援した。こうして、ガージャール部族連合を抑え込むと、イラン高原には一時的ながら平和が訪れ残土、朝は繁栄した。カリーム・ハーンは、自らの称号を、王朝の代理人から、人民の代理人に変え、イスマー・イール・三世の死後もその後継者を擁立することはなかった。 対外関係では、カリーム・ハーンは、サファビー朝時代の交易を復活させるために、イギリスに、イギリス東インド会社の公易所ブーシェフルに設置する権利を与えた。これによって、ブーシェフル経由のペルシア湾交易が活発化することとなったが、一方で、イギリスのイランにおける影響力も高まった。1779年、カリーム・ハーンが没すると残土朝ではその息子たちの、 間で、後継者争いが起きるようになって一気に弱体化し、様々な外敵に攻められるようになった。残土調最大の敵、ガージャール部族連合では、シーラーズを脱出した、アーカー、ムハンマド・ハーンが権力を確立してガージャール・朝が成立し、1781年、アスタラーバードで、レベルを抑えて、勢力を拡大した。1794年には、 最後のクンシュルトフアリーハーンがガージャール朝によって捕らえられ、残ア朝は滅亡した。カリームハーンムハンマドアリーハーンアブルハトフ、ハンアリームラドハーンサーディクハンアリームラドハン、ジャーファルハンルトフアリーハーンガージャール朝によって滅亡。ありがとうございます。